行きますけど、ワールドワールド7ストーリー800メートル第2期になります。2日間にわたって行われましたこの7ストーリーでありますが、最後の800メートル残すのみとなりました。何にはありますか、ユニスタンプール現在のところトップでありますが、大会クループ全高校クループのコースも使われていますので、女子の7ストーリー最後の種目800メートル第2期になります。さあ、それでは選手の紹介をいたします。来年は鳥光さん、翔陽ただのところ遅れます。3872点。そして第3名は松本さん、仙台現在のところ第2位3216点。第4名は重信さん、大島です。ただのところ3位3174点。第5年は三浦さん、大島現在のところ第4位2934点。第6年は堀岡さん、大島現在のところ第5位2616点となっています。この種目、黒い街が入りますと南九州大会の賞金があります。まもなく女子7ストーリー1000メートル第6位まもなくスタートです。それでは女子7ストーリー1000メートル第6位まもなくスタートです。
日間にわたって10名の選手が目標を繰り広げられてまいりました。目標の発表をどうぞお願いいたします。さあ、これが全国選手が第1組800メートルの決勝を予定してございます。さあ、第1組が始まった県立館の結果戦に関しては県高校球団に大会記録が出たのです。もしばらく待ってください。
やねん。さあ、男子三段跳びは6回目の選手に打っています。さあ、どうやって打ったのかは、このようにですね、記録は、こんなところ、どれだよ、記録は、Thank you.
神田という首相は、お世話のように不動産の公約を持ちまして、手で終了となりました。誤りの学校で終了となりました。マジで盛り上がらないやつ。何だ私は新潟県の第1回、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 新潟県の第1